マルティンテオドール・ハウツマの肖像写真。マルティンテオドール・ハウツマの肖像画マルティンテオドール・ハウツマは、オランダの東洋学者。ユトレヒト大学教授。オランダ王立芸術科学アカデミーのフェローを務めた。セルジューク部族、セルジューク長の歴史の専門家であり、業績としては、イスラーム百科事典の初版の編集で名高い。ハウツマの父夫エバーツ・ハウツマは、 木材工場の経営者で、後に地元の自治体の主張になった。母は、フェイキュー・マリア・ペトロネラ・ホリアス・スローマンという。ハウツマは、ドッキュムにあるラテン語学校に通い、1868年に、ライデン大学に進学した。大学では進学を学ぶために入学したが、東洋の諸言語の勉強に没頭した。ライデン大学でハウツマを指導した教員としては、 アントニー・ルトガース、ラインハルト・ドジー、ミハエル・ヤンデ・フーエ、アブラハム・クーネンがいる。ハウツマは1875年に、学位請求論文でストライジャド、オーバーヘッド・ドグマインデン・イスラームオをパスエル、アッシュアリを、ライデン大学に提出し、博士の学位を得た。同論文は、預言者、ムハンマドの時代から950年頃までの、イスラームにおける、 競技発展を体系的に論じたものである。1874年から、ハウツマは、ライデン大学で、ヘブライ語を教える仕事を始め、また、1874年から1890年まで、大学図書館のオリエント地域の写本を管理する、部門の副部門長も務めた。この期間に、ハウツマはペルシア語とオスマントルコ語を学び、特にセルジューク部族。 セルジューク朝の歴史の研究に注力した。ハウツマは一時期、ペルシア語とトルコ語を教えていたこともある。1890年に、ハウツマは、ユトレヒト大学で、ヘブライ語と古代イスラエル民族を研究する教授職に任命され、王立科学アカデミーの会員にも選ばれた。ハウツマは任命されたポストを主にイスラーム研究のための組織づくりに役立てたが、 ヘブライ語聖書への興味関心は生涯保ち続けた。1898年に国際東洋学者会議がイスラームに関する百科事典観光を目指すプロジェクトの編集長にハウツマを任命する。このプロジェクトの成果は1913年にイスラーム百科事典の初版の観光開始となって現れた。ハウツマは1917年に教授職を 引退したが、ユトレヒトに住み続けた。ハウツマは1875年に、ライデン大学図書館の東洋文庫の蔵書目録、カッタラガスコディカムオリエントリアムビブリアーソケイ、アッカダミルグデューノベテイビを出版し、1888年には、それを大幅に増保した第2版を、戦学のデフイエと緊密に連携を取りながら、作成して出版した。翻訳書としては、 ウマイヤ朝の詩人アフタルタグリビーの詩集を、ラテン語翻訳した、アクトル、インコミアム・オマーヤ・ダラム・イブン・アンバーリーの、アッタードの初期ターブ・アル、アダド・オブ、イブン・アル・アンバーリー・アークービーの、歴史書ヒストリー・オブ・アル、ヤー、キュービーがある。セルジューク部族、セルジューク朝の歴史に関しては、全館観光まで2886年から1902年までの16年をかけて、 ラクイでテックスタレラティフスアリストアールデサルジュースです、全4巻を出版した。ハウツマはまた、ブリタニカ百科事典のセルジュークスの項も執筆した。1921年には、12世紀のペルシア語詩人、ニザーミー・ギャンジャビーのハムサより抜粋して翻訳した、手話でバージョンズ・タイアーズ・デラ・ハムサでニーザミーを出版し、E.G. ーーブラウンのボリューム・オブ・オリエンタル・スタディーズ、 プレゼンテト2エドワード・ G ・ブラウンにおけるニザーミーの、こうも執筆した。とはいえ、最も有名なハウウツマの業績といえば、イスラーム百科事典の、初版エンサイクロペディア・イースラミカ、ファーストエディションの筆頭編集者である。ありがとうございます。